9月25日土曜日朝4時25分です。最低気温がかなり下がってきましたね。まあこれ今21度で表示してますが、実際は今もう20度を切っている状態です。今朝のモーニングコーヒーは温かいバリスタいただきます。で、カップはガスパール。かわいい。うまい。で、今日撮影しているこのカメラ、何かわかりますかね？画質どうかな？まあまあ明るめに映ってる気がするんですが、使用しているカメラは、iPhone SE の、セカンドジェネレーション、iPhone SE 2になります。まあ、あんまりこうスマホで、動画撮ることってこと自体がもう最近本当少なくなってるんですけど、まあたまに使ってみようということで、今日は iPhone にしてみました。届いたばかりの GoPro Hero 9です。で、昨日、おとといと2日間、この GoPro Hero 9だけを使って動画撮影してみました。まあ、使ってみた感想ですが、いやー、買ってよかった。まあ、何が良かったって、このフロント液晶が、搭載されたっていうのが、まあ、この GoPro Hero 9の一番のまあ特徴ではあるんですが、もう一つ、こうオートでやっぱり水平を撮ってくれるっていうのは、これは非常に使ってみて使いやすいと思いました。この機能だけ、この2つの機能が搭載されただけでも、GoPro Hero 8からの買い替えはありだと思います。GoPro Hero 9を購入するときに一番ネックになるのが価格だと思います。で、価格に関しては、日本国内で、購入する場合、例えば Amazon だとか Yahoo ショッピングだとか、あと家電量販店だとか、で、購入すると、6万後半ぐらいしたのが、6万数千円ぐらいの、もうかなり高額な価格にはなってくるんですが、ネット等で GoPro 公式サイトから購入すると、1年間のまあサブスクに入るっていう条件はつくんですが、まあ、サブスクの料金まで入れて4万3千円。まあ、単体だと4万3千円。あと、まあ、いろいろこう、バッテリーがセットになったモデルだと4万7千円だったかな。まあ4万円後半ぐらいでかなり安く購入することが可能になります。で、一番そのあたりで、悩みになるのはちゃんと届くかどうかだとか、あとのまあサポート関係のことだと思うんですけど、まあサポートに関してはどうしてもね、まあ1年間の保証はつくものの、やり取りっていうのはどうしても海外でのやり取りになるので、まあただオペレーターも日本語ちゃんと使える方が対応してくれるので、あとチャット等でやるとね、意外と早くやり取りできるので、そのあたりはね、意外と心配ないかなと思いました。で、今回自分自身がそうだったんですが、カードで決済した後、結局その後、全くこう、発送のメールも来ず、あと、今商品がどこでどうなってるかっていうことも僕の場合はちょっと調べることができなかったんですが、他の方はね、ちゃんと今どうなってるかっていうのはちゃんと追跡ができたみたいなんですけど、僕の場合はなぜかそれができなくて、まあ、少し不安になった面もあったんですが、注文してからちょうど1週間で届きました。まあ、そのあたりが待てる人だと、国内の高いモデル、まあ、モデルとしては同じなんですけど、高い価格で購入するより、GoPro から直接購入した方が、1万円から2万円ほど安く買えるので、そっちの方がおすすめかなと思います。前回の動画の最後に少しだけ紹介したウランジさんのこの商品を開封して実際にちょっと使ってみようかなと思います。で、商品自体はおそらくこれクイック集になるかと思います。じゃあ開封していきます。これは押し出すと出るのか。まあまあ立派な梱包ですね。あ、これは結構コンパクトで軽いかも。これ何グラムあるんだろう。商品自体はやはりクイック集ですね。これ、三脚穴に取り付けるこれ三脚のネジですね。で、裏側にもこれ三脚穴が開いています。で、これは、表側っていうのかな？こっち面とちょうど裏側にも、これ、多分リリースするためのボタンだと思うんですが、これを、あ、両方押しするのか。両方をこう押した状態で、引っ張ればスポッと、このプレートが、外れるようになってますね。あ、ちゃんと、あ、コイン使わなくてもいいのは、これは非常に助かる。
で、はめるときは、このまま上から、パチッと。ああ、なるほど。これは楽ちんかも。で、外すときは、両方を押しながら、引っ張ってやれば抜ける。で、はめるときは、上からこう、押し込んでやればパチッとロックする。ああ、なるほど。これはよくできてるわ。それから、ここになんか、ロックのモード、ロックのこう表示があるんですけど、これ多分スライドさせるのかな。あ、そういうことですね。ここの、ロックのこのマークがあるんですが、こう鍵のマーク、こう横にスライドさせてやると、こうボタンの押し込みができなくなるので、これで、誤作動防止になるっていうことですね。うん、確かに抜けない。で、解除してやって、片側だけだと抜けるのかな？これ片側だけ押し込んで引っ張っても、あ、抜けない。だからこう、リリースするときっていうのは、この両方のボタンを同時に押しながらじゃないと、リリースできない。で、はめるときはもうそのまま、カチッと押し込むだけ。で、裏側のこっちだけ押しても、抜けない。あ、これはかなり安心感がありますね。あ、気持ちがいい。これは今まで何度か紹介したことがある、普段からまあ愛用しているスリックのクイックシューなんですが、これもね、非常にコンパクトで、軽量で、気に入って、全部で、4つか4個、今所有しています。このプレートもね、6、7枚ぐらいあるのかな、各カメラ用に用意してるんですが、まあこれね、プレートだけでも購入可能です。まあ所有してるんですけど、これも非常に軽量で、今ちょっと重量を調べると、このスリックのが、これプレート込みで 54g でした。で、こっちのウランジさんの、これが、重量が 49g。まあたったね、5g 差ですけど、こう持った感じがもうすでに、軽く感じる。これ形状の違いからかな。どうなんだろう。こうバランスの問題なのか。確かにこう持った感じがもうすでにこっちの方が軽く感じます。少し前の動画で紹介したソニーの ZV-1 をさらに使いやすくするためのこの底に取り付けるだけのリグになります。まあ底面だけに取り付けするプレートになります。でこれもウランジさんの UU リグっていうシリーズの商品になるんですが、これめちゃくちゃ使いやすくて。このプレートを取り付けすると、まあグリップ自体がまず延長されるということと、あと取り付けしたまま、このバッテリーの蓋がこう開け閉めできるようになるので、こうバッテリーだとかこう SD カードの交換が、こういったプレート取り付けしたまんまでもね、可能になります。これめちゃくちゃ便利ですよね。まあ、こういったプレート取り付けせずに、こういったあの三脚だとかを取り付けたまんまでも、このバッテリーの蓋、開けることができるので、これはね、本当におすすめのアイテムです。で、自分が購入したのは、この、グリップがこう延長される、グリップがね、そんな目立たないタイプの、まあ、プレートになるんですが、このグリップ付きのプレートもあって、そっちの方をね、選択するとかなりしっかりこう握ることができるようになるので、まあ、そっちもね、かなりおすすめなんですけど、まあ自分的にはもう少しでも軽量化したいということで、今回グリップなしのタイプを購入したんですが、これ自腹購入です。で、ちょっと話を戻して、で、このスリックのプレートを取り付けることで、さっきのこのクイックシュー、これにね、簡単に取り付け可能になります。で、外すときもワンタッチでこう外せるんですが、まあこれとね、同じようなことを今回のこのウランジさんのこのクイックシュー、まあこれでちょっとね、やってみたいと思います。このスリックのクイックシューも非常に気に入ってるんですけど、唯一不満なのがね、これなんですよね。このプレートの脱着するときに絶対コインを使わないと外すことができないので、ここだけが非常に気になってたところ。もうこのとにかく脱着、まあ一回つけちゃうとなかなか取り外しすることはないんですけど、ここだけがね、めんどくさい。で、プレート取り外しして、で、こっちの、ウランジさんの方のこのプレートを取り付けていきます。で、これまあ裏面見てもらえば、これ取り付けするための穴が、9箇所あるので、まあ、好きなところにね、取り付け可能です。
このプレートですが、ちょうどね、このど真ん中がレンズのこうセンターになるので、ここのど真ん中に取り付けしていきます。で、これ取り付けするのも、このね、コインを使わない、まあこれが当たり前なのかもしれないですけど、こう手でね、回して取り付けできるっていうのが非常にいいですね。で、しっかりと締め付けて、歪んでないかな。はい、これで OK。プレートの装着完了しました。まあ、少しかさ高くはなるのかな。少しかさ高くはなるけど、まあ、このまま、置いてこうバランス崩すことなく、ちゃんと、設置もできるし、まあ、これはこれで使うのにはそんなに気にならないかな。土台側を、まあ、今回はこの、これもウランジさんのミニ三脚なんですが、この三脚に取り付けしていきます。ほんと最近ね、こういった、小物関係、ウランジさんの商品使うことが多いですよね。まあこれもそうだし、今 GoPro 取り付けてるこっちもそうですね。これまあ同じようなミニ三脚なんですけど、こっちは GoPro マウント用の、ミニ三脚になってて、こっちは普通の三脚になってますね。で、しっかり取り付けして、これで準備完了。この土台側のリリースのボタンの向きだけど、これどっちが使いやすいかな。前後ろにした方がいいのか、左右にした方がいいのか。とりあえず今、左右で取り付けしてみました。っていうか、まあ、回すだけなので、すぐまあ、そのあたりの調整はできるんですけど、とりあえず今、左右側の方で取り付けしてみました。それでは、こう位置を合わせて、カチャンと押し込むだけ。あ、これは楽ちんだわ。で、外すときはこう両方挟んで外す。で、取り付けするときは、カチャンと押し込むだけ。あ、めっちゃ楽かも。このリリースのボタンの位置が、この左右の方がいいのか、前後の方がいいのか、どうかな。でも、実際ね、カメラ持つときって、僕の場合はね、こういう感じで持つので、ここに、やっぱりリリースのボタンが来ると、まあ、持つときに邪魔になるということと、まあ、まずないとは思うんですが、こうボタンちょっとなんかの拍子で押し込むケースがあるかもしれないので、やっぱり僕の場合はこの左右に振った方が持ちやすいな。あと、こう指に引っかからないのもいいですね。うん。まあ、しばらくちょっとこれで使ってみようかな。取り外しするときは両方ボタンを押して引っ張れば簡単に抜ける。で、取り付けするときは押し込むだけ。で、誤動作防止のためのロックをカチャッと。あ、これはいい。確かに使いやすい。やり方としては非常に不細工なのであんまりおすすめはしないんですけど、こういった GoPro マウントを三脚だとかミニ三脚を使えるように変換するパーツっていうのは、まあ、いろんなメーカーやショップから出ています。まあ、こういったものを使えば、こういうのを、プレート取り付けして、で、クイックシューとして取り付けして使用することも可能になります。こんな感じでプレート取り付けしてやって、で、ガチャッと押し込んでやれば簡単に取り外し、脱着可能になります。で、まあ今たまたまパーツがないので、こんなちょっと不細工な取り付け方法になりましたが、このクイックシュー自体をちょっと調べてみると、いろんなオプションパーツ出てるみたいですね。で、このプレートも、まあ、今は三脚用のものになってますが、もともとこのプレート自体が GoPro マウントになっているタイプもあるみたいです。まあ、そのあたりもちょっと後日できればゲットして、まあ、紹介できたらいいなと思ってますが、まあ、とりあえず今はそのパーツがないので、こういった変換パーツ使用しながら、ちょっと脱着できるようにしてみました。ちょっとゴツゴツしすぎですね。スリックのクリックシューより軽量だし、これからこっちを使っていくようにしようかな。脱着もね、本当に簡単なので、こっちだとね、こう一回一回こうガチャッと、まあこれもそんな大した作業ではないんですけど、このガチャッとこうひねるのが意外とね、めんどくさかったりするんですよね。その点こっちは本当に押し込むだけなので、簡単に脱着できますね。で、あとね、一つ気になっているアイテムがもう関連した表紙商品であって、ピークデザインのキャプチャーと同じような機能を持ったプレートっていうのも、ウランジさんから発売されているようです。で、後日またなんかレビューさせてもらえるということだったので、また届き次第紹介したいと思いますが、
このピークデザインのキャプチャーと同じような機能を持った、このタイプ、このタイプの POV 用のパーツっていうのが、なんかもう出てるそうなので、なんか今、国内に在庫がないということなので、また届き次第、そのあたりもご紹介できればと思います。なんかウランジさんのことばっかりいろいろ褒めてますけど、まあ、本当実際にウランジさんが出す商品って、なんだろう、こんなものがあったらいいなとか、こういう使い方ができるアイテムが欲しいなと、こう常にこう自分がこう考えているようなものをこう商品として本当に出してきてくれるような面白いメーカーなんですよね。なので、まあ、実際にこう使ってみるとなんか感心させられるような、よく考えてるなと思うようなアイテムが本当にね多いです。使っててね楽しい。で、商品自体も本当にね安い商品が多くて、高額のものって実はあんまりなかったりするんですね。本当に1000円2000円ぐらいで買えるようなアイテムをたくさん出してくれてるので、まあ、これからもできればたくさんご紹介できればと思います。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。